はい、カズマサです。今日はここご存知の方も多いと思いますけど、ここメダカのビオトープだったんですよね。今は見てもらった通り多肉をね植えているといった感じになります。ここもうね見てもらったら分かる通り直射日光がね入るんですよね。それでね藻がねすっごい張るところだったんで、ちょっとねどうしようかなと思ってたんですよね。で、多肉だったらね強いので、もうここはね多肉の寄せ植えをしようと思ってこんな感じで植えました。で、植物たちなんですけどもこちらに移動してます。メダカのビオトープですね、ここに少しトクサだったかな、トクサっていう名前か忘れたんですけど、これをね移動させて、あとね気になってたスイレンですね、スイレンもここに植え直しました。中のね球根というか見てみるとしっかりと生きていたのでこちらに移動しました。少しね水が少ないので足しておきます。これからねこのスイレンもうだいぶね植えるのは遅いですね。4月とかに植えるのがね一番ベストだと言われてます。これからね秋ぐらいに咲くっていうのはないかなと思うんですけど、このねスイレンの様子をねずっと見ていきたいなと思います。ここに植えてればね今まではね、ヨタラがだいぶ邪魔してきてたんでスイレンのね成長を妨げていたかなと思うんですけど、これでねスイレンも成長しやすい環境になったんじゃないかなと思います。これトクサだかったっけな、これはね斜めになってるけど、これからね根が張っていけばしっかりとまっすぐになると思います。いや非常にね楽しみだなと思います。というわけで今回は動画短めなんですけども、ビオトープを変えて多肉のね植物園を作ったといった動画となりました。ここのね成長の記録は動画にはしませんけど Twitter とかでねまた紹介したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。